皆さんこんにちは。札幌のアウトドアショップ FLHQ ファーストアンドライトヘッドクォーターズ店長の団蔵です。こんにちは。今回ご紹介するのはアメリカのグラナイトギア社のタクティカルヒップウィングメイドイン USA、 こちらをご紹介したいと思います。このグラナイトギアというブランドは今から25年ぐらい前かな、ブランドが誕生。通常売られているグラナイトギアのタクティカルヒップウィングは販売価格は4000円前後でメイドインチャイナ。 FLHQ にあるのはメイドイン USA の本物のグラナイトギア、タクティカルヒップジップ。このグラナイトタクティカルギアの製品はアメリカ陸海空軍および海兵隊の特殊部隊を統合するソコム合衆国特殊作戦軍に正式採用されています。大変希少性の高いモデルです。通常販売されているグラナイトギアタクティカルのタクティカルヒップジップはメイドインチャイナですからね、全く品物が違います。ではどうぞ、そのスペックをご紹介いたします。グラナイトタクティカルギアタクティカルヒップジップメイドイン USA は販売価格7700円税込み、重量は 100g、 カラーはコヨーテカラー、素材は500デニールのコーディラナイロン、生産国は USA、 生地素材は米国クレイプレストン社によるミリスペック仕様のコーディラナイロン生地を採用。クレイプレストン社によるミリスペック仕様のコーディラナイロン生地を採用。さらにスイスショーラー社の開発した高い撥水性と防音性に優れたナノスペア加工を施してあるコーティングですね。ジッパーは米軍向けに生産されている米国アイディアル社のタックジッパーにタックジッパーを採用。バックルは米国 ITW ネクサス社製のギリーバックルを用い、生産はミネソタ州にあるグラナイトギア本社で製造されています。生地から生産メイドインチャイナとは違います。 ITW ネクサス社、これの軍採用のバックルはもう素材が全く違いますよ、ね、この音が違うでしょ。タクティカルジッパーですね。大変開閉がスムーズです。これも軍採用のジッパー、すべて米軍基準に満たされた素材でになっています。容量は 1.4リッター、大変薄くショルダーウエストに装着して iPhone や財布など小物を収納して持ち運ぶことが可能です。どうですか、今私がつけているのはこういう感じで、この薄い平らなジップパックをウエストにつける、こうした目立たない仕様もいいですね。バックルはパックの片方のエンドについていますので、フロントセンターにバックルが来ない仕様もいいです。このように前に回して物を取り出す、いかがですか。 FLHQ にはグラナイトギアタクティカルヒップジップメイドイン USA コヨテカラーは7点ございます。これは FLHQ の自社サイトからも購入できますからね。もうあと7点。これ40点ぐらい仕入れて。気がついたら、もうこれだけ少なくなっているので、完売する前にご紹介する次第でございます。メイドイン USA のグラナイトギア、タクティカル
グラナイトギアタクティカルのブランドロゴはセンターにブラックで質感の良いブランドロゴマークがセンターについてる。これがかっこいいですね。こちらがメイドインチャイナのグラナイトギアタクティカル。まあ実際には正確にタクティカルではないんですけどね。なぜならばメイドイン USA ではないから、メイドインチャイナだから。このロゴマークわかりますか？メイドインチャイナ、メイドイン USA、 本物のタクティカルヒップジップ、今現在では大変レアな。しかもこれ7700円は今の販売価格としては大変安いと思います。同じようなデザインのメイドインチャイナは4000円前後ですからね。今回は大変レアなメイドイン USA のグラナイトギアタクティカルヒップジップをご紹介いたしました。どうぞ。これ最後の7点で次の入荷の予定はない、生産もされるかどうかは分かりません。ということでいかがだったでしょうか。今回の動画は大変希少性の高いヒップジップ、グラナイトギアタクティカルヒップジップメイドイン USA コヨーテカラーをご紹介いたしました。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。よろしかったらチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。ありがとうございます。